アダム・マイケル・コンリーは、アメリカ合衆国ワシントン州キング郡レドモンド出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のタンパベイレイズ所属。2008年の MLB ドラフト32巡目で、ミネソタツインズから指名されたが、この時は契約せず、ワシントン州立大学へ進学した。2011年の MLB ドラフト2巡目で、 フロリダ・マーリンズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・マーリンズで、プロデビューし、2試合に登板した。2012年は、A 級グリーンズボロ・グラス・ホッパーズと、A 級ジュピター・ハンマー・ヘッツでプレーし、2球団合計で26試合に先発登板して11勝5敗、防御率3.247、135奪三振を記録した。 2013年は A 級ジャクソンビルサンズでプレーし、26試合に登板して11勝7敗、防御率3.25、129奪三振を記録した。2014年は A 級ジュピターと AA、A、級ニューオーリンズ・ゼイファーズでプレーし、AA、A、級ニューオーリンズでは12試合に登板して3勝5敗、防御率6.00、48奪三振を記録した。 オフの11月20日に40人枠入りした。2015年はトリプル A 級ニューオーリンズで開幕を迎えた。6月8日にメジャー初昇格を果たし、10日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。この後2度の降格があったが、8月からは先発ローテーションに定着。最終的に15試合に登板して4勝1敗、防御率3.76。 59奪三振を記録した。2016年は先発ローテーションに入り、25試合に先発登板した。8勝6敗、防御率3.85、ホイップ1.240という一定の成績を残したが、規定投球回見立つながら、ナショナルリーグワースト4位体の11支球、同6位体の9ートを記録した。2017年は22試合に登板して8勝8敗。 防御率6.14、72奪三振を記録した。2018年からは、リリーフに回り、52試合に登板して3勝4敗、3セーブ、防御率4.09、50奪三振を記録した。2019年は60試合に登板して2勝11敗、2セーブ、防御率6.53、53奪三振を記録した。2020年8月30日に、 DF となり、9月6日にマイナー契約となった。9月28日にフリーエージェントとなった。2020年12月12日に東北楽天ゴールデンイーグルスと契約合意した。背番号は71。1年契約で推定年俸は70万ドル。しかし、コビット1 9の影響で共に来日することを希望していた家族に対するビザ発給が難航し、 来日の見通しが立たず、日本でのプレーを断念し、2021年5月6日に、球団、コンリー双方同意のもとでの契約解除が発表された。2021年5月11日、タンパベレイズとマイナー契約を結んだ。8月14日にメジャーに昇格し、翌15日のミネソタツインズ戦で移籍後初登板を果たした。 速球のスピードは147時速 150km 程度だが、長い腕を振って、クロスファイア気味に投げるため、打者は、球の出どころが見えにくい。また、怖いもの知らずの性格で、右打者のインサイドに、速球やスライダーを躊躇なく投げ込んでくる。薬指と小指を使う、変わった握り方のチェンジアップは、ジェイミー・モイヤーのインタビュー映像を見て習得した。ありがとうございます。